皆さんこんにちは、スリラーキャットチャンネルのマンチカンです。今後は皆さんのためにアジア区域で倫理的な禁忌を破る一連のクライムスリラー映画を厳選します。このシリーズをアジアブレイキングルナリと名付けました。ここでのブレイキングは突破のブレイキング、破滅のブレイキングの意味です。今回のビデオでお届けするのは浅野忠信主演の日本の倫理映画私の男です。この映画は養父と養女の不倫関係を描いていますが、最後の詳細な分析からは彼らの関係があなたの想像をはるかに超えていることがわかります。物語は地震から始まります。海から奮闘して出てきた花さんは瓦礫の中をよろめきながら歩いています。ここはかつて彼女の家だった場所で、今では一晩で破壊されてしまいました。彼女が四方を見渡す中、救急隊員が現れ彼女を災害の被害者が集まる体育館へ連れて行きました。体育館では亡くなった親を抱えて泣き崩れる人々が溢れています。親を亡くした花さんだけが異常に静かで、彼女はスタッフから配られたボトルの水を抱え、破損した小屋のそばで髪を整えて座っています。一人の老婦人が家から出てきて静かに花さんに話しかけました。私の家族ももう見つかりません。花さんは老婦人を知っており、これは彼女の隣人でした。花さんは老婦人に尋ねました。水飲みますか？老婦人は手を差し出し、それでは少し飲ませてくださいと言いました。しかし花さんはこのボトルの水を一気につかみ、胸でしっかりと抱きしめました。今の彼女にはこのボトルの水しかありません。抱きしめられるのもこのボトルの水しかありません。画面が変わり、男性主人公の純吾はライフセーバーです。本来なら他の場所にミッションがあったのですが、今日早朝の地震のニュースを聞いて駆けつけてきました。なぜなら彼の叔父の家がここにあったからです。この時ミネラルウォーターを抱えて歩いていた花さんがよろめきながら近づいてきました。純吾は一目で彼女が叔父の家の小さな娘であることを認識し、親しく尋ねました。水飲みたい？花さんはぼんやりと答えました。はい。純吾は彼女の抱えていたミネラルウォーターを取り上げ、開けて返しました。そして尋ねました。あなたの家族はどこにいますか？花さんは開けた水をしっかりと抱きしめ、もう片方の棺に指を刺しました。純吾はこれで彼女の両親が亡くなったことを理解しました。その時同僚が純吾に近づいてきて、あなたは他の場所で仕事をする予定ではなかったですか？と尋ねました。純吾は花さんを見て笑いながら、私にはこっちにもう一人親戚がいますと続け、花さんを抱き上げて言いました。この子は僕の子になった。一連の複雑な手続きの後、花さんは純吾の養子になりました。帰り道で花さんは地震の時に父親が亡くなった場面を思い出し、怖くて泣き出しました。純吾は彼女の手をしっかりと握りしめ、心配しないで、これからは僕が君の男だよと慰めました。純吾の洗いがっしりした手のひらから伝わる温かさを感じながら、花さんは徐々に落ち着いていきました。数年が経ち、花さんは中学に進学しました。ある日、純吾の彼女玉木さんが純吾の元を訪ねてきました。花さんは笑顔で彼女を迎え、純吾が家にいないことを伝えました。玉木さんは少し疑問そうに、彼は仕事に行ったの？と尋ねました。花さんは答えず、逆に玉木さんの髪飾りを指さして、おばさんそれ素敵ですねと言いました。玉木さんは花さんの些細な変化に気づかないふりをしました。彼女は一人で警察署に戻り、夜純吾が玉木さんを訪ねてきました。二人は激しい一夜を過ごした後、玉木さんは結婚を提案しましたが、純吾は無表情で黙っていました。玉木さんの表情は寂しさに変わりました。なぜなら先ほどの事情の最中、彼はこっそり純吾の服のポケットを漁り、そこから美しいイヤリングのジュエリーボックスを見つけ出していたからです。夜玉木さんは純吾の家にやってきて、ちょうど純吾と花さんが戯れているのを見かけました。養父の腕に寄り添う花さんは彼の指を甘く吸っています。純吾もまた花さんの指を楽しんで吸っています。玉木さんはこの微妙な光景に驚きを隠せませんでした。純吾は何とも思わず自分勝手に花さんを楽しませ、玉木さんには気にも留めなかった。翌日玉木さんは海辺に行き、楽しんでいる花さんを見つけた。彼女はずっと何かを噛んでいるようだった。花さんは口を開けてみせた。それは純吾が彼女に買ってきたイヤリングだ。彼女は今耳に穴がないのでまたつけることができない。玉木さんはますます二人の関係が奇妙だと感じ、花さんに純吾のことを尋ねてみる。花さんは真剣に彼女を見つめ笑顔で言った。
玉木さんは本当に美しい方ですね。でもあなたは私の父を理解していない。だから私は言ったの。玉木さんはダメだって。言い終わると花さんは仲間たちと一緒に去っていった。玉木さんは花さんが去る背中を見つめ、眉を潜め、この感情を諦めることを決意した。同様に異常な親子関係に気づいたのは隣の大塩さんも同じだった。彼はかつて花さんが純子にキスを求めるように親しく接する光景を目撃したことがある。まるで妻のように。これに疑問を抱き始め、花さんの他の親戚と密かに連絡を取り始めたのだ。この女の子を引き取ってくれる人がいるかどうかを見るために、その日も純子は再び出張することになった。花さんは知ってしまい、その表情は冷たくなった。明らかにこの男を離れることを躊躇していた。純子は彼女をなだめるために指を花さんの口の中に入れた。しかし花さんはまだ不満だった。すると純子が手を花さんの体をなだめていたら、花さんはビクッとして言いました。服が汚れるから。純子は花さんの服を脱がしました。二人は口づけをしました。純子が一歩進むと、花さんは周りが赤の雨が降っていると気づき、全力でこの男と楽しんでいましたが、突然花さんは顔を上げて窓の外に大塩さんが立っていることに気づいた。彼女はすぐに純子に制止をかけ、大塩さんはすぐに逃げていった。目撃された大塩さんは花さんに会いに行きました。彼は他にも引き取る親戚がいるから連絡を取るのを手伝いますと言ったが、花さんは彼を無視しました。両親が亡くなった後、最初に彼女を訪ねてきたのは純子でした。他の親戚は彼女に無関心で、彼女はすでにこの世界でこの男だけが本当に自分のことを愛してくれると確信していました。そしてどの女性も自分に代わってこの男を世話することはできません。大塩さんは花さんと岐阜の間の不倫の秘密を知り、心の中で恐ろしい計画を巡らせました。花さんは振り返らずに氷の上を歩き始め、大塩さんは急いで追いかけました。そして彼は多年にわたる秘密を告白しました。昔純子が自分の実母をいじめたことを見たことがあったのです。花さんは一瞬で我に返り、消えてくれればいいのにとつぶやきました。大塩さんは気づかず続けて説得しました。君はまだ小さく、男女の情愛を理解していない。感情は人を狂わせるものだ。彼が言葉を終える前に花さんは彼を氷の上に押しやり、氷の層を蹴り破りました。海に漂う氷の上で亡くなった大塩さんを見つめながら、花さんは初めて殺人したことを後悔しました。彼女は必死で叫びました。彼は私の全てだったのに。出張から帰った純子は大塩さんが会場で投資したことを知り、花さんがそれをしたと告白したことを聞きました。純子は驚きを見せず自分のビールの蓋を開け、花さんに彼のメガネがどこにあるかを尋ねました。動揺する花さんは答えず、代わりに純子のボタンを慣れた手つきで外し地面にひざまつきました。純子は尋ねました。本当に君がやったのか。花さんは嗚咽しながら後悔していないと答えました。大塩さんの奇妙な死は地元の警察の疑念を引き起こしました。純子はこの地に留まるべきではないと理解し、仕事を辞め、花さんが東京で勉強させるという口実で急いで引っ越しました。東京にて純子はタクシーの運転手となりました。微々たる収入と巨大な生活のプレッシャーからますます絶望的な状況に陥りました。もはやかつてのような若々しい姿ではありません。花さんに新しい服を買うためにも給与を前借りする必要がありました。ある休日、家で休んでいると大塩さんの事件の捜査官が訪れました。捜査官は花さんが事件現場に忘れていったメガネを取り出しました。純子は驚きと恐れで顔色を失いました。殺意が激しく湧き上がり、捜査官の無防備の隙をついて容赦なく口封じをしました。血まみれの純子は神経を鎮め、必死で手の血を水槽のそばで洗いました。彼は自分がこれらの行動を取ることに驚きを感じていましたが、全てを後悔してはいませんでした。花さんをなくすわけにはいかないからです。花さんは彼の唯一の家族であり、人生において欠かせない存在でもありました。かつて孤独な彼が花さんを養子に迎え入れたのは、小さな家庭を築き父親の責任を果たすためでした。しかし花さんを家に連れて帰った晩、彼は自分の過去を話すと、10歳の花さんは彼の内面の虚無を見抜きました。小さな顔を上げ、彼女は言いました。私たちキスしようよ。この瞬間から二人の関係は微妙に変化し、特別な感情が純子の心に広がりました。花さんが日に日に成長するにつれて、純子は
彼女の全てに魅了されていきました。二人の魂はこの歪んだ関係の中ですでに一体化していました。花さんが学校から帰ると純子が台所のコンロのそばでうずくまっているのを見つけ、全身が血で汚れていることに気づきました。純子は何かが起こったことを即座に理解し、一部で狂気じみた表情でつぶやいていました。クソ、誰が密告したんだ、もうバレてしまった、ダメだダメだ。その時外で華やかな花火が鳴り響き、今日は花火大会だった。人々は外で賑やかに集まり、空に花々が咲き誇るのを見ていました。しかし花さんはひどく不憫で助けのない男を見つめ、カッカと笑いました。この瞬間彼女は非常に達成感を感じていたようです。なぜなら彼女の最愛の男が彼女を守るために殺人を犯したからです。画面が変わり、数年後、警察はもう戸棚で乾いてしまった。そして花さんと純子の年齢が増すにつれて、二人はお互いが倫理的な泥沼に陥って抜け出せなくなっていることに驚く。彼らが一緒に一生を過ごすことは不可能だ。禁断の恋が一旦明らかにされると、汚れた過去のすべてが日の光にさらされることになるだろう。人を殺した後、純子の精神は正常ではなくなっていった。彼は毎日部屋でタバコを吸い、酒に溺れ、家の中を片付けることなく、まるでゴミの中で生活しているかのようだった。花さんも純子が自分に対して態度を変えたことに気づいていた。非常に苦しい彼女はこの関係を中断しようと決意した。彼女は友達との集まりに参加し、若くてハンサムな同僚と付き合ってみた。そしてこれらの全てを見ていた純子は葛藤に陥った。一方で自分の愛する人が他の男性に恋をしたことを受け入れることができず、一方で花さんが自分を離れ正常な恋愛関係を持つことを望んでいた。これがこの行き詰まった状況を打破する唯一の方法だろう。彼女の恋人とのデートから帰宅したある日、花さんは純子がゴミの中で風呂敷を広げタバコを吸っているのを見ていた。彼女は歩み寄り、何してるの?と尋ねた。純子は彼女を見て手元のタバコの箱を投げつけ、低い声で言った。俺、後悔したんだ。タバコの箱は花さんの前に落ち、これは純子がずっと吸っていた希望と書かれたタバコだ。箱の上のホープという文字が変形してしまったのを見て、花さんは心の中で何かを思い立ち、そのまま角にある自動販売機に向かい、飲み物を買ってきました。そして無自覚にしゃがみ込んで泣き出してしまった。純子は花さんを手放すことができないし、花さんも純子を手放すことはできない。なぜなら花さんは何年も前のある夜、純子が真剣に告げた言葉を今でも覚えているからだ。これからは俺がお前の男だ。この言葉がまるで呪縛のように彼女を縛り付けていた。彼女は自分の全てをその男性に捧げました。なぜならその男性こそが彼女の全てだったからです。以前は彼女が小さかった時、愛があれば何でも問題ないと天然に思っていました。彼女はずっとその男性と一緒に生きていけると信じていました。しかも二人はお互いのために人を殺したこともありました。しかし成長した彼女は後で気づきました。自分がその時本当に幼稚すぎたことに。ある日酔っ払って帰宅した彼女の彼氏純子が玄関で花さんを迎え入れました。ついでに彼氏も迎え入れました。家に入った途端、彼氏はゴミのような部屋を見てびっくりしました。そして純子と花さんの間で遠慮なく親しげな仕草を見てますます驚きました。純子は花さんを世話した後、彼氏に上着を脱ぐように命じました。彼氏は何が起こっているのかわからず、純子が何をしようとしているのか理解できませんでした。純子は直接彼の元へ行き、乱暴に彼の服を脱がせ、そして狂気じみて匂いを嗅ぎ、彼の指を舐めました。彼氏は彼の異常な行動に吐き気を催し、彼を押しのけてドアを出ていきました。地面に倒れた純子は寂しい表情を浮かべつぶやいて言いました。この小僧はダメだな。彼の体には彼女の香りがしない。その後純子は眠っている花さんを見つめ、目の中に熱い涙を宿らせながら、朦朧としながらつぶやきました。ただ彼女の父親になりたかっただけなのに。しばらくして圧力に耐えられなくなった花さんは純子を去り、彼の世界から消えていきました。数年が過ぎ、ある日東京では小雨が降っていました。半世紀近く生きてきたみすぼらしい服装の純子が一軒の高級ホテルに入っていきました。おおらかに一つの食卓に座り、向かいには花さんと彼女の婚約者が座っています。
今日は2人の婚約の日です。純吾はタバコを1本つけ、花さんの婚約者を軽蔑の眼差しで見ました。その後、純吾は花さんを指さして言いました。何年も姿を消して今日結婚の知らせをくれるなんて、これらの年でお前は可愛くなったな。花さんは複雑な表情を浮かべ黙っていました。隣の婚約者はメニューを取りながら純吾に何か注文するか尋ねました。純吾は冷笑してお前には無理だと言いました。婚約者はびっくりして純吾の意味がわからないまま、テーブルの下で花さんの足が蛇のように純吾の足に這い上がるのを見ました。純吾は思い出した瞬間、花さんを見つめました。この時、光と影が流れ、巨大なホテルの中で彼ら二人だけのような気配が漂い、雰囲気は不気味で幻想的でした。花さんはそっと言いました。おめでとうパパ。映画は終わりました。これは非常に難解で理解しにくい芸術的な映画で、日本の同名小説私の男を原作としています。映画には一つのエピソードがあり、わずかに対話のほのかな示唆だけで進行し、はっきりとは触れられていません。しかし純吾は若い頃叔父に裏切られ、そのため花さんは実の娘であるという事実を知っています。純吾はずっと花さんが無知であると思っていますが、実際には花さんはこの出来事を早くから知っていました。この事実は彼女にとって自分とこの男性の間の結びつきだと感じさせました。彼女の純吾への感情は全てを鑑みず、全ての世俗を打破できると信じていますが、彼女はだんだんと彼女の正常な親子関係を維持したいと考えています。だからこそ彼女は純吾が理解できなくなりました。なぜ自分が突然この男性に受け入れられなくなったのか理解できません。後に彼女は姿を消す決断をしましたが、最終的には婚約の席で純吾が一目見て花さんの心はまだ自分を気にかけていることを理解しました。だからこそ彼は最後に婚約者に軽蔑的な言葉を投げかけました。君には無理だ。なぜなら純吾が一度手を振るうだけで花さんは素直に戻ってきて彼のいい娘を続けるだろうからです。では今回のビデオはここで終了です。いつものように皆さんのご支援に感謝します。次回もお会いしましょう。